はいどうも、影塾塾の野村です。さあ今回は本阿弥光悦と俵屋宗達についてお話しさせていただきますということで、本阿弥光悦と俵屋宗達、琳派をスタートさせた人として有名ですね。琳派、日本美術好きの方だったら一度は聞いたことあるんじゃないかなと思うのが、この琳派なんですけれども、琳派ってなんやねんっていう方、わかりますわかります。そんな難しくないです。絵の派閥の一つですね。そんな難しく考えない。派閥の一つでしょ、琳派と言われてもね。狩野派とか、土佐派とかあるじゃないですか。派閥ですよ。あれも絵の派閥。それと同じ感じで、一つの絵の派閥が琳派っていうのがあるんですよ。これをスタートさせたのが、この二人だよっていうことですね。じゃあこの琳派ってどういう特徴があるのっていうことなんですけども、いろいろあるんですけども、まあ一番こうオーソドックスなメジャーな特徴っていうと、豊かな装飾性が、特徴的な画風だよっていう、これが、特徴なんですよ。はい、豊かな装飾性ってなんやねんってね、装飾性ってなんやねんという、もうパッともうそのなんとなくほわっと言わなくてもね、まあ、分からへんやんっていうのがあると思うんですよ。言葉で言われても分からない、これ見た方がいいかなと思うんですよ。まあ、こういったものがあるんですけども、これ表具に使うか、僕掛け軸の2代目で、こういった掛け軸の生地とかあるんですけども、表具に使われる生地ですね。でこれこう柄があるじゃないですか。これ金蘭で言うんですけども、レンゲの花の柄をデザインなんですね。で、これってね、絵とは言わないじゃないですか。普通デザインですよね。装飾とか衣装とかいろいろ言いますけども、絵とは言わないじゃないですか。で、この当時の京都っていうのは、まあ、こういう工芸的なデザインっていうのがめちゃめちゃ使われてたんですよ。まあ、例えば着物もそうですし、扇とかにもありますし、あと、蒔絵とか、塗り物になんか絵描くやつあるじゃないですか。あれを言うのとか、まあ、何らかしら、こういうふうなデザインっていうのがよく使われてたんですよ。で、身近にあったんですね。それを、絵画の世界に、取り込むことはできないのかっていうことで、いろいろ実験をしていったのが、この二人ということで。だから、やっぱりね、作品の、今までの絵っていうのは水墨画とか、やっぱりザ・絵なんですよ。ザ・絵なんですけども、ここから始まる琳派っていうのは、どっかね、こうデザイン的なものを取り入れた、ちょっとおしゃれな、垢抜けた、作風っていうのが特徴的な、画派になります。だから、すごい作品を見ててもね、面白いし、そういうのって日本独特だなっていう風なところで、今後、まあ、江戸時代が過ぎて明治時代とか大正時代になって、もう一回注目を集めるっていうのがこの琳派になるんですけども、そのスタートっていうのを、ご紹介させていただきます。で、まあ、この琳派っていうと、どういった作家がいるのかっていうと、普通画派っていうと狩野派とかもそうですけど、師匠がいて弟子がいてて、こう受け継がれていくじゃないですか。ね、教えられてこう弟子入りして教えますみたいな感じで続いていくんですけども、この琳派の特徴っていうのはそうではないんですよ。私塾って言って、勝手に弟子入りするっていう、そういうふうな、スタイルなんですね。だから直接師匠と会ってるわけじゃなくて、師匠が亡くなって、師匠じゃないけども初代が亡くなってしばらくやった後に、師匠の作品を見て、おこれめっちゃええなということで、おパクってやろうみたいな感じで真似して、勝手にその作品から試食して弟子入りして、勉強して自分のものにするっていう風な感じなんですね。で、その次の、人たちも、この人が亡くなってしばらく経ってから、この作品ええやんけっていうような感じで、自分で独学で勉強していくっていう、そういうスタイルで受け継がれていくっていうのが特徴的な、派閥なんですね。で、誰がいるのっていうと、初代はまあこの俵屋宗達ですね。で、その次が、緒方光琳っていう人が、出てくると。で、次が酒井抱一という、まあ、この二人、俵屋宗達と緒方光琳っていうのは京都なんですけども、酒井抱一っていうのは江戸ですね。だから江戸琳派の宗みたいな感じで言われたりします。で、次が、鈴木喜一と。鈴木喜一は、酒井抱一のここだけで直接の弟子指定関係があるんですよ。合っているので、鈴木喜一は酒井抱一の弟子として、まあ、4代目やりますよ、みたいな感じで。大体この、琳派っていうと、琳派四大巨匠っていうふうに僕は言うんですけども、この4人が挙げられますね。で、大体ね、こう言うと、こう、まるっと、まとめられることが多いんですよ。琳派で言うと、この4人が、断続的に、こう、なんか勝手にやって、それぞれ、なんか、作品いっぱい作ったやつらいやー、みたいな感じで、まるっとまとめられることが多いんですけども、それぞれのね、作家にスポットを当てて、もうちょっと紹介したいなっていうのが今回なんですよ。っていうのは、それぞれやっぱね、生きてるドラマ、人生があるので、俵屋宗達には俵屋宗達、緒方光琳には緒方光琳みたいな感じで、あるので、それらを一つ一つ見てって、それぞれの個性を、
ちゃんと知って、楽しんでいただきたいなと思うので、今回から、リンパ1ってありますけども、リンパ2が尾形浩二、リンパ3酒井宝一、リンパ4鈴木喜一という感じで、4回に続けてリンパをご紹介していきます。で、それぞれの作家の、ドラマ人生を、ご覧になっていただきたいなと、まとめんね、俺らそれぞれでその人生生きてんだぜっていうのを、感じ取っていただきたいなと思うんですよ。で、面白いのが、それぞれ、まあ、師匠と弟子でこう会ってるわけじゃないんですけども、この二人をつなぐリンクみたいなのがやっぱあるんですよ。で、俵屋宗達と尾形光琳、直接関係はないんですけど、そこをつなぐリンクもありますし、尾形光琳と酒井宝一も直接会ってはないんですけども、それをつなぐリンク、布石みたいなのが、このドラマの中に、必ず埋め込まれているので、それらをこう見ながらね、あ、これがこうつながんねや、みたいな感じで、このから続く4回の、講義をご覧になっていただければ非常に面白いかなと思いますので、ぜひね、4回動画最後までご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速見ていってみましょう。リンパの初代っていうと、絵描きの方はこの俵屋宗達なんですけども、実はね、この俵屋宗達ってほとんど何も分かってないっていう作家なんですよ。まあ何にも分かってないって言ったらあれなんですけども、生まれた年も分からないし、死んだ年も分からないっていうのと、あとどういった性格だったのかなっていうのがね、結構謎に包まれてる方なんですよ。まあ、そのせいもあって、で明治初期ぐらいには完全に忘れ去られてるような作家だったので、この人の作品っていうのはボン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 海外に出て行ってしまってるっていう、そういうふうな悲しい現実もあるんですけども、ほぼ何も分かってない人なんですよ。で、この人のことを、分かるようにするために、本阿弥光悦っていう、この俵屋宗達の相棒みたいな人がいるんですけども、この人の生涯を通しながら、俵屋宗達はどういった人生を歩んできたのかっていうのを、ご紹介する形になります。なので、まず本阿弥光悦を、見ていってみましょう。この人はいつ生まれたのかというと、1558年に、京都に生まれます。で、京都のお商売してるお店にで生まれるんですよね、この本阿弥光悦っていうのは。で、結構裕福なお店だったんですよ。なんか刀の、なんか刀を研いだり、あとは鑑定したりするような、そういうお店に生まれたんですけど、で、めちゃめちゃこう金持ちだった、いいところに生まれたっていうのは、この1558年の100年ぐらい前に、応仁の乱っていうのがあったんですね、京都で。1467年、応仁の乱ってね、習ったことあると思うんですよ。学校のね、歴史の授業では必ず出てくる、足利将軍家の後継ぎ問題に端を発して、もういろんなね、大名とかが、俺もみたいな感じで、こうね、勢力争いに巻き込まれて、京都が焼け野原になっちゃったっていう、すんげえでっかい戦乱があったんですね、応仁の乱って。で、その応仁の乱がとりあえずひとまず収まりましたよって言った後も、足利将軍が結構頼りなかったんで、政治が不安定だったので、なかなか復興されなかったんですよ。ね、足利、この後のね、義政さんって将軍おったんですけども、銀閣寺でこう文化ばっかりやって、ああ、なんかいいの、文化楽しいの、とか言って、全然政治を顧みなかったので、街は荒れ放題だって、今だったらブチ切れられそうですけどね、ちゃんと政治しろや、おらとか言われそうですけど、当時は将軍がこうほったらかしてたから荒れすぎてで、じゃあこの町を、京都の町を誰が復興させようかっていうので力をつけてきたのが町人だったんですね。それを町衆って言うんですけども、有力なお金持ってる町の人たちが、町人が主催になって、お祭りを復興してみたりとか、なんかね、建物直してみたりとかいろいろやって、町人が力をつけるようになりましたよと。それを町衆って言うんですけども、その町衆の一つがこの本阿弥家だったんですね。で、生まれたからめちゃめちゃお金も持ってるし、いろんな文化とかも吸収してるから、すんごいね、芸術に関しての才能っていうのはこの本阿弥光悦めちゃめちゃ高かったみたいなんですよ。すごいですよ、マルチアーティストみたいな感じで言われることが多いんですけど、まずね、書がすごかったんですよ。書道めっちゃすごかったらしくて、寛永の三筆に数えられるという、寛永時代ってね、なんとか時代あるじゃないですか、慶長とかなんかね、あるじゃないですか、の寛永時代の、3人の1人に数えられましたよっていうぐらいの書道の達人だったんですよ。で、漆芸ですね、漆芸、漆塗りとかあるじゃないですか。あれもすごい秀でてて、船橋蒔絵硯箱っていう作品が今残ってるんですけども、国宝です。出た、こいつから国宝が出たみたいな、ね、国宝扱いを生み出す作家だったんですよ。
で陶芸も、得意だったよということで、陶芸ってあの焼き物ですよね、もう、得意で、富士山っていう茶碗が、国宝です。出た、お前2つも国宝出してんのかっていうのが、ほんますごい人なんですよ、これマルチアーティスト。で茶道も得意ですよ、何でもできるんだという、茶道も得意で、茶道のお師匠さんが古田織部っていう作家さんなんですよね。茶道の人で、古田織部っていうのは、千利休と並び称されるぐらいの、茶道の達人と言われてる方なんですけども、この人に弟子入りしてましたよということで、本当にすごい、あのマルチアーティストだったのね、この本阿弥光悦で、転機が訪れます。それが1602年45歳の時ですね、厳島神社平家農協の修復プロジェクトっていうのが、京都に舞い込んできます。これ何なのかというと、厳島神社って秋、広島じゃないですかね、あの鳥居のすごいところね、あの通れますよってやつね、夜になったらあの水かさ増して通れますよというところなんですけど、そこに、その厳島神社に平家農協っていうお経が納められてたんですね。でこの平家農協っていうのは、あの平氏平清盛が、まあ、こう納めたやつなんですけど、めちゃめちゃ当時平清盛ってめっちゃ金持ってたから、あの税を尽くしたお経をめっちゃ作って、それを、この厳島神社に、納めたんですよ。で、これどういう成り立ち、スタートかというと、1600年関ヶ原で、まあ、徳川軍が勝ったじゃないですか。で福島正則っていう人が広島県の安芸の国の、まあ、なんかあの統治する人になんか新任で抜擢されたんですよ。だから福島軍がすごいやる気出して、おちょっと持ち物チェックするぜ、お前らこことりあえず広島が何やとかわからんが、とりあえずいろんなものチェックするぜみたいな感じでやる気出しちゃって、で厳島神社をちょっとガサ入れしたんですよ。なら、お厳島神社何があるんやってガーってガサ入れしとったら、この平家農協が出てきて、おおなんかすごいええもんあるやないかと見て、おめっちゃすごい、めっちゃすごいけどめっちゃ傷んでるな、わかった、これはあのこういうのはな、修復した方がええけども、プロに任しとけ、プロに任しとけ、お前らそんな、もう厳島神社ではこれ直されんやろ、大丈夫や、わしに任しとけ、こういうのはな、都に持ってった方がええね、都にはな、いろんな専門家がおるからな、都に持ってったらわしがちょっとええように段取りしたるわ、ということで、福島くんが、都に持ってきて、で、プロジェクト、修復プロジェクトチームが都で作られたと。でその中で本阿弥光悦っていうのも、まあこんだけマルチアーティストやからね、それに関わってて、この平家農協を直そうかどうしようかっていうのを、四苦八苦してたんですけども、ただ大体まあこういうね農協巻物なので、こういうのを直すプロジェクトの、まあ大きな役割っていうのは表具屋、まあ、僕らみたいな掛け軸屋とかそういう表具屋が担う形になると思うんですけども、あまりにもね、あの平清盛が装飾に力かけすぎてたので、めっちゃすごかったですよ。あの金箔とかもめっちゃ貼られてるし、あの絵とかもめっちゃ緻密に描かれてるから、もうちょっとそんじょそこらの表具屋だけの力ではこれ修復無理やでっていう風になってたんですよ。でどうしようかこうしようかってみんなチームで揉めてた中で、本阿弥光悦がみんな慌て慌て慌てな、俺にいい考えがある、すごいやつスペシャリストを用意してるから、あのそんな焦らんでええよ、何やねんこいつ、お前そんな偉そうに言ってるけど、そんな大丈夫なんか、大丈夫大丈夫、俺に任せとけ、スペシャル兵器を見せてやるから、あ入ってこいよって、ね、みたいな感じで言ったら、一人がガシャーってこうカーテン開けて出てきたら、みんなざわつくわけですよ。誰やあれ、なんか光悦さんがなんか言ってるけど誰やあれ、ああれ、わ、俵屋の宗達じゃねえかみたいな感じで、言われたと。で、お前、俵屋の宗達、お前知ってんのか、いや、俵屋とか知らんのか、あの、都で有名な、エアやん、エア。なんやねん、エアって。お前、エアも知らんのか、絵売ってるところエアっていうね。な、家電売ってるところ家電やって言うやろ。それと同じで、絵売ってるところエアっていうね。普通、お前ら分からへんやろな。普通お前らやったらな、絵頼むって言ったらな、絵描きのところ行ったりするやろ。絵描き、例えば、よう分からへんけども、葛飾北斎とかのところに書いてもらうと、葛飾北斎の、そう、個人に頼むやろや。そうじゃなくて、それ、ああ言うたら、個人事業主みたいなもんや。そうじゃなくて、もっとプロ集団、株式会社みたいなのがあんねん。そのね、職人いっぱいこうな、得意なやついっぱい集めて、その看板で商売してるみたいなやつがあんねん。それがエアっていうねん。そのエアの京都でナンバーワンなのが俵屋やねん。こいつのところのエアはな、すごいと何でもやりよるぞ。屏風の絵も描きよるしな、扇の絵がすごい人気やねんけど、扇の絵も描きよるしな、掛け軸の絵も描きよるしな、あと、紙もな、すんごいなんか、めっちゃ、
あの書道する人がないっぱいおるやろ。書道する人の半紙がな、あのすごい白い真っ白けけだけじゃ嫌やろ。あのそれでなんかいろいろ装飾してな、金箔とかいっぱい貼った か, なんかかなり変わった紙とかもこいつらがこの俵屋とかが用意してくる。その都ではすごいやん、もう注目の絵やなんや。でこいつらはあのそういう風なので、あの人数抱えとるから大掛かりな仕事もできるいうことで、すごい金持ちとかの、注文をめっちゃ受けてるから、結構無理難題とかも全部こなしてるから、すごい専門家集団だよこの俵屋。それの、社長棟梁がこの俵屋の総達やねん。おすごいの連れてきた、 お前ら大丈夫やこれで。光悦さんさすがですね、あんためっちゃ強いの連れてきてますやん。光悦連れてきたらこれは大丈夫ですよ。だって平家の王家を言ってもね、いっぱいなんかいろんな装飾してますけど、結局はなんか金とか銀とかいっぱい繋がって、この俵屋に任せとったらそういうの得意ですし、こういう人ね、絵も描けるからね、そういうのも得意やったから大丈夫ですよ、光悦さんさすがみたいな感じで、まあ、ワイだと。っていうふうに言われてるんですよ。これね、本阿弥、まあ、ここで俵屋宗達が活躍したっていうのはよ、よく言われるんですよ。最初、一番最初に歴史上で俵屋宗達が出てくるっていうのがここっていうふうに言われるんですけども、それに本阿弥光悦が関わってたとも言われてるんですけど、なんかあんまりね、その資料っていうのは出てこないんで、まあ、これ仮ですけども、まあ、本阿弥光悦がここに関わっていて、俵屋宗達を抜擢したというふうに、まあ、一応言われてるので、まあ、そういうような感じで、俵屋宗達がここで大活躍をするわけなんですよ。ね、で、まあ、俵屋宗達っていうのは、これ俵屋というのは、さっき言った絵屋の名前なので、看板ね。なので、そこの宗達なんで、名字じゃないんですよ、俵屋っていうのは。まあ、名字はね、野々村なのか、なんか、まあ、そこら辺の名前みたいな感じなんですけども、まあ、大体俵屋の宗達っていうふうに大体言われてます。まあ、だからそう言おうかなと思いますけど。で、この俵屋宗達ほんまにまあ腕利きの、まあ、無理難題をこなしてたので力はあるんですけども、絵の特徴としては、王朝回帰っていって、昔 の, 平安時代の、貴族とかのこう画風とか、そういう風な世界観っていうのをすごい大切にしてた、好きだったという風に言われているので、まあ、こういう平家農協とかね、すごいきらびやかな平安時代ぐらいのすごいきらびやかなのを、修復するプロジェクトやから、めちゃめちゃやる気になったという風に言われております。で、この本阿弥光悦も俵屋宗達も二人に共通しているのは、この王朝回帰志向っていうのが挙げられますね。まあ言うたら、平安時代終わってから鎌倉時代、室町時代とずっと武士の時代が続いてたじゃないですか。で、まあ水墨画とかね、禅宗とか入ってきて水墨画とか、どっちかというと力強いこう作風とかの方が、取り立たされることが多かったんですけども、やっぱり昔の方が良かったよねって、平安時代ぐらいの優雅な雅な世界観、もうちょっと、カムバックしてほしいよねっていうのがすごい共通してて、そういうのを取り戻していこうぜというところで、この本阿弥光悦と俵屋宗達っていうのは意気投合したというふうに言われております。で、まあ、この平家農協プロジェクトがまあ無事終わって、俵屋宗達のまあ名前というのがブワーって出るようになったのと、本阿弥光悦からするとやっぱり俺の目に狂いはなかった、こいつの絵はすごいっていうことでめっちゃ気に入ったんですね。で、こっから、コラボしまくるわけなんですよ。俵屋宗達の絵に、本阿弥光悦が書を入れてみたりとかね。結構なんだかんだ合作がめちゃくちゃ増えてきて、まあ、一番有名なのが、鶴図下絵若館っていう、鶴がいっぱいバーって飛んでる下絵に、本阿弥光悦が、強弱をつけた、こう、書を書いてるっていうのがめちゃめちゃ有名なんですけど、まあ、こういった作品をめちゃめちゃこうしていきますよというコラボ時代がスタートしていくわけなんですね。で、そうこうしていると、再び転機が訪れます。それが何なのかっていうと、1615年、本阿弥光悦58歳の時に、急にね、徳川幕府より、高ヶ峰に、広大な領地をもらうということで、高ヶ峰って言うと京都の、まあ、北側になるのかな、郊外になるんですけど、まあ、中心街からちょっと離れてるところに、急に徳川幕府から、土地をもらうんですよ。え、土地っすか？あ、くれるんすか？え、なんで？みたいな。で、そこに、まあ、移住しろや、みたいな感じで、まあ、幕府に言われたと。え、なんですか？いや、僕、中心地でちょっといろいろやっていきたいんですけど、で、俵屋やとちょっとええ感じで、こう、作品もっと作っていきたいんですけど、ちょっと高峰に行くんすか？いや、土地もらうのはありがたいんですけど、いや、結構、これ治安悪い言うから、ちょっと嫌やなみたいな感じなんですけど、これなんでかっていうと、なんで急に徳川幕府が高峰に、本阿弥光悦に、こう、土地を与えたのかっていうと、まあ、これも諸説あっていろいろあるんですけども、まあ、一つにはこの1615年に、大阪夏の陣っていうのがあったんですね。もう徳川家と豊臣家の、ラストバトルがあったんですよ。
で、豊臣家が吹っ飛んじゃったんですね。亡くなっちゃって、で、徳川 の世界になったんですけども、この時に処罰される、残党として処罰される人って結構いっぱいおったんですよ。徳川、豊臣家にこう加担してたんちゃうか、みたいな感じで、戦犯扱いでね、こう軍、後で、戦時処理されるようなやつで、結構いろんなやつが処罰される中で、この本阿弥光悦の茶道のお師匠さんの古田織部も、それにノミネートされちゃったんですね。で、古田織部っていうのは、まあ、茶道としてすごい大成してたので、まあ、徳川に行ったり豊臣に行ったりとかいろいろこう行き来してる中で、こう徳川の秘密を豊臣にこの時漏らしとったんちゃうかみたいな感じの疑いをかけられて、古田織部も別に言い訳せんかったので、やっぱりこいつ怪しいみたいな感じで、切腹させられちゃったんですね。っていう中で、多分古田織部につながる人たちも徳川家からすると、マークしてたと思うんですよ。の中で本阿弥光悦も多分ノミネートされたと。で、しかもこいつなんか王朝会議とか言って、なんか昔のことええなみたいな感じでやってるし、で、力を持ってる町衆なので、朝廷とかともすごい仲良かったので、なんかこいつ朝廷とつるんだりとかして変な動きするかもしれへんから、あらかじめちょっとそんなことならんように、ちょっと隔離しようみたいな感じで、この徳川家から、徳川峰にすごい大きな土地を与えたんじゃないかというふうに言われたりもしてます。ただこれも確証的ではないので、たらればこうどうなのかなみたいな感じでは言われてるんですけど、まあ事実としてまあ土地をもらったと。で、本阿弥光悦は、まあ一族親族とか集めて、じゃあそこにちょっと芸術村を作ろう、パラダイスを作ろうみたいな感じで、結構ね、名王さんの人を集めて移住したんですよ。なんか50軒ぐらい家が建つぐらいの、すんごいまあでっかい土地にまあいろいろ建てたみたいですよ。で、そこで、まあ、いろんな芸術家が集まってきたりとかするわけです。それを、まあ、光悦村って言うんですけども、まあ、宗達とかもよう出入りしとったんやと思います。まあ、こんなことが起こりましたよと。で、次の転機。これが、1621年、64歳の時に起こった転機なんですけども、養元院っていうお寺があるんですけども、そこの再興プロジェクトっていうのが、舞い込んできます。この養元院の再興プロジェクトって何なのかってことを、養元院って言うとね、この時代好きな人、だから徳川とか、豊臣とかのこの争い時代が好き、関ヶ原とかあの時代好きな人とか、美術好きな人で、評価能とか、あとなんか、で、さっき前、ちょうど前動画で、加納三楽とか加納三節とかやってたんですけども、あそこら辺の時代が好きな人からすると、よだれだらだらのワクワクするような、もう超キーワードになるのがこの養元院というお寺なんですけども、それをね、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。で、まあ、養元院をご説明する上で、ちょっとね、いろんな、こう、人物関係図みたいなのを、見ながら、それを紹介した方が分かりやすいと思うので、こちらをご覧ください。はい。ここからね、ご紹介させていただきます。まず、この養元院っていうのは、いつ建ったのかっていうと、1594年に、淀殿が、秀吉に頼んで、浅井長政らの供養のために建立したのが一番スタートというふうに言われております。だから1594年っていうと、豊臣がまだブリブリ言ってた時ね、絶好調やった時、豊臣の天下、織田信長亡くなって、豊臣が世界俺のもんだ、イエーイみたいな感じで、これ一番勢いに乗ってるような時に、秀吉の側室の淀殿が、お父ちゃんが浅井長政ですね。これややこしいんですよね。いろいろ数奇な運命をたどってるんですけども、この淀殿っていうのは、お父ちゃんが浅井長政っていう人で、でお母ちゃんがお市っていう織田信長の妹の中で生まれた三姉妹の長女なんですね。で、この浅井長政っていうのは織田信長によって滅ぼされちゃったと。で、その時家臣やった豊臣秀吉、まあその時は羽柴秀吉とかだったんですけど、名前だったんですけども、それに後々側室として、こう結婚するような形になるっていう、すごい、特殊な人生を歩んでるのがこの淀殿なんですね。で、まあ、このお父ちゃん、浅井長政が織田信長に殺されちゃって、なかなか供養もしてやれてなかったから、今ちょうど、まあ、自分も力ある天下人、秀吉の、側室としておるから、なあなあ、秀吉さん、ちょっとうちのお父ちゃんそろそろいい加減、供養したいから、お父ちゃんとそれをね、おじいちゃんとかも含めて全部供養したいから、お寺建ててえな、みたいな感じで言ったら、秀吉が、おっしゃおっしゃ、わかったわかった、かわいい淀殿のためやったら大丈夫や、みたいな感じで建てたのが、養元院という形ですね。
で、よかったんですけども、1615年大阪夏の陣、さっき言ったね、大阪夏の陣で、豊臣家が亡くなっちゃったと。で、豊臣家が滅んじゃったので、ここで淀殿が亡くなっちゃったと。で、息子の秀頼も亡くなっちゃったっていうところで、この妹の、初じゃなくて郷の方ね、崇玄院という名前の、郷っていう三女、一番末っ子が、お姉ちゃんが亡くなってもたっていうこと、この郷っていうのは、徳川家の方に嫁いでる、すごい特殊な三姉妹なんですよ。お姉ちゃんは豊臣家の方に嫁いでって、末っ子の郷は徳川家に嫁いでるという、そういうふうな、真っ二つになるような変わった、こう姉妹なんですけども、で徳川秀忠二代目の奥さんとして郷はおるんですけども、お姉ちゃんが徳川家にやられてもたから、亡くなってもたということで悲しんで、ちょっと私もお姉ちゃんを弔うために、この妖芸に行く言うて、この郷は妖芸に行って、淀殿と秀頼の菩提を弔うという、そういうふうな流れになったんですね。で、まあこれもすごい話なんですけどね。言うたら、ちょっと前まで敵方やった人たちの菩提を弔うために、郷は、妖芸院でこうね、お祈りしに行くという、よう徳川家許したなと、秀忠と家康許したなって感じなんですけども、まあ郷って結構跳ね返りやったので、それ OK やったという形で、まあまあなんとか OK やねんなと思っとったら、それで OK やと思っとったら、1619年に、なんとこの妖芸院が火災で焼失してしまうんですよ。マジでみたいな。燃えてしまうみたいな。で、豪からすると、あかん、燃えてもうたーみたいな、お姉ちゃん建てたやつ燃えてもうたーみたいな、お姉ちゃんをこうね、菩提伴っとったし、お父さんの菩提も伴っとったのに燃えてもうた、これ復興せなあかん、私がやったらボーンみたいな感じで、豪がこれを復活させようとするんですけども、なかなかね、まあ、お寺自体はまあ、こう、再興されたんですけども、襖絵とかね、やっぱお寺には絵を描かなあかんなということで、襖絵とかも描こうとしてたんですけど、なかなか絵描きが集まらなかったらしいんですよ。まあ、この時は、言うたら、まあ、天下太平になって、まあ、二条城とかね、建てられてるので、加納派とかは全部そこにこう、引っ張られていってたわけなんですよ。ね、江戸加納とか全部引っ張られていって、なかなかこうね、絵描きが集まらへんということで、で、住職もね、妖芸院の住職もちょっと心配になったんですよ。いや、お坊さんにこうね、絵を作ってくれ、もう、寺早くしてくれ言われてるけど、絵描きが集まらんからどうしようかな、みたいな感じになってる時に、お坊さん、絵描きが集まらないですけど、どうしたらですかね、もう拉致が開かへんな、もう分かったなら、私の、京都に知り合いがおんで、私のこれはね、狩金屋っていう、呉服売ってるお店やねんけどね、あそこのね、店主がね、今2代目がやってんねんけどね、初代、最初、その狩金屋を作った初代っていうのは、私のお父ちゃんに仕えてた家来筋やから、私の方とは絶対言うこと聞いてくれるから大丈夫や。しかも、この狩金屋っていうのは、もともとね、お姉ちゃん、淀殿が、めっちゃ呉服の注文とかもあげてたし、私もなんなら、注文いっぱいしてるから。で、私の、娘が、天皇に嫁ぐ段取りになってるから、そのこともあって、結構大型の受注をこの狩金やってるから、この狩金屋は私らに、この、大海の姉妹にはもう足を向けて寝れんぐらい恩があるから、私が言うたら絶対なんとかしよるから、大丈夫や、っていうことで、この、狩金屋の二代目、ちょうど今、作ったのは、初代は尾形道伯って言うんですけど、二代目の尾形宗伯に、この郷っていうのは何とかしなさいよってこう言ったわけなんですよ。で、尾形宗伯二代目からすると、ああ、わかりました。何とかさせていただきます。いつも受注いただいてるんで何とかさせていただきますって言ったけど、どないしよっかな。急に絵描き集めろ言うて、もうどうしたらええやろな。そう言われてみれば、俺のおじさんはなんか芸術村を最近作った言うとったら、ちょっと芸術村やったら、絵描きとかもいっぱい集まっとうから、ちょっとおじさんに相談しようっていうことで、尾形宗伯が、頼ったのが本阿弥光悦だったんですよ。で、この尾形宗伯の、お父さんが尾形道伯といって、まあ、狩金を作りましたよということなんですけども、それの奥さんだから尾形宗伯からするとお母さんっていうのは実は本阿弥光悦のお姉ちゃんなんですね。
なので本阿弥光悦っていうのは、緒方宗伯からするとおじさんにあたるので、豪から言われて無理なんだ言われて、分かりましたおじさん頼みます、おじさんは絵描きおらへんって言われて、絵描きがおるおるおる、ちょうどな俵屋宗達っていうやつがおんねやっていうことで、白羽の矢が立ったのがこの妖芸員の最高で白羽の矢が立ったのが俵屋宗達だったんですよ。ここで活躍していくんですね。で、仕上げたのが襖十二面に杉戸はじめ、めちゃめちゃ良さがいたんですね。俵屋宗達うわーって出て、これがねもう代表作というかすごいきっかけになって、でゴーとかもめっちゃ喜んだと、わーしゃしゃよめっちゃよよ絵描いたみたいな感じで言って、でその流れの中で、北京を手に入れるという形になります。北京ね、加納三節の時にも言いましたけども、絵描きの位ですね、もともとお坊さんの位なんですけども3つあるんですね、法印、法源、法経という位があって、まあ、法印が一番いいんだよと、でその時は法源なんだよと、で最後に法経というのがあって、この位をもらえるっていうのは、まあ、普通はあの絵描きって、例えば役職とかないじゃないですか、位とかないじゃないですか。で、天皇とかに会う時とかに、何も役職なかったらなかなかこう会えないので、あえてちょっと出家させるという体で、位を与えるんですね。お坊さん、もともとお坊さんの位なので、お坊さんの位を与えて出家させるという体で、こう役職を与えると、位を与えると、そしたらまあいろんなね皇族の人たちに会ったりもすることができるということで、この法経というものをもらえることっていうのはすごいこうありがたいことなんですよ、光栄なことなんですよ。でなかなかもらえなくて、加納三節ですら、教科のところで言いましたけども、加納派の、まあすごいブイブイ言わしてたやつですら、北京止まりだったんですね。っていう考えたら、一回の町絵師が、北京の位をもらえるというのは相当すごい出世だったっていうことなんですよ。なので、ここで、こう俵屋宗達っていうのはまた名声がボーンって上がるわけなんですね。でここからの俵屋宗達の作品っていうのは結構ね、北京っていう名前を落下の中に入れてるので、ここら辺以降も結構精力的に活動してたんだなっていうのが分かりますね。で、本阿弥光悦っていうのは1637年80歳で、亡くなりましたよということで、大体まあここら辺で俵屋宗達も亡くなったんじゃないかなというふうに、考えられてますということで、まあこういった生涯を歩んできたんですね。だからほとんどやっぱり分かってないんですよ。ただ、まあ、転換期となるこの平家農家の厳島神社のプロジェクトと、まあ養芸院、この2つを柱にその周りで何があったのかっていうところから、まあこの俵屋宗達どういった人生を歩んできたのかっていうのを、推測するという形になります。ただ結構ねやっぱり作品は残っているので、どういった人物像が分からなくても、作品からなんとなく伝わるその人の凄さっていうのが、分かると思いますので、代表作っていうのをご紹介させていただきたいなと思います。はい、まずご紹介させていただきたいのがこちらです。はい、風神雷神図屏風ということで、まあ、リンパって言ったらね、絶対この作品っていう作品ですね。もう代表作。で、俵屋宗達が、まあ、一番最初に書いたんですけども、その後、緒方光琳も書いてますし、酒井抱一も鈴木喜一もずっと書いてるということで、四大巨匠全員が書いてる作品ということで、まあ、もうリンパって言ったらもう代表作というのはここの作品ですね。まあ、それの一番最初は俵屋宗達が描きましたよと。でまあ4人とも書いてるんですけれども、それぞれねちょっとずつ違ってるんですよ。でそれにもまあいろいろ理由があったりするんですけど、それはまあ随時こうご紹介させていただくということで、まあ、まず俵屋宗達の作品を見ていきましょう。これまあよくね4面こう風神と雷神がこうくっついてるので、4曲の屏風のように感じられる方もいらっしゃるかもしれないですけども、これちゃうんですよ、2曲2曲なんですね。だから真ん中ちょうど風神と雷神の真ん中でブツッこうちぎれてるというか分かれるんですよ。で、くの字に曲がって、真ん中に何か置くみたいな、そういう風な飾り方をする作品なんですね。でそう考えたら風神も雷神もかなりこうサイドに寄ってるんですよ。なので真ん中が異様に空間が空けてるので、それすごい大胆な構図だなっていうのがよく分かると思うんですよ。だからすごいそれによって逆にすごい緊張感があふれるなっていう作品なんですね、これ。で、真ん中めちゃめちゃ上げてるので、その真ん中、だいたい屏風左右に置いて、その真ん中に自分が座るでもいい、見る人が座るでもいいし、そこに何か置くでも、飾り方としてね、何か置くでもいいんですけども、すごいなんかいろいろ考えさせられるような構図で描いてるっていうのが、この、俵屋宗達の風神雷神図屏風かなと思います。
で、この風神雷神屏風で、絶対言われるのが、雲の表現の垂らし込みって言われるんですよ。垂らし込みってなんやねんって言うと、技法ですね。絵画の技法の一つなんですけども、例えば、薄い墨をこう和紙にこうバーって描くじゃない、塗るとするじゃないですか。なら、生乾きのまだ乾いてない状態で、ちょっと違う濃度の濃い墨とかを、こう上からチョンってすると、ブワって滲むんですよ。ぶわってにじんだ偶発的なにじみを利用していろんなテクスチャー質感とかを表現するっていう方法を、垂らし込みと言います。これまあ絵の具でも色がついてるやつでも使われたりするんですけども、これをまあ、特徴的に使ったのがリンパー俵屋宗達というふうに言われてるんですよ。で、これ口で言うと簡単そうに見えるんですけども、実際やってみるとめちゃめちゃ難しいので、なかなか難しい。いや、単純に、ぼわってか、なんでもええんやったらできるんですけども、それを、こう、なんつうか、計算して、意図的にこう、なんか使って、自由自在に使っていろんなものを表現するというのは、全然レベルが違う話なんで。丸山王家の時の付け立ての時の説明でも言いましたけどね、丸山王家の付け立ても口で説明したら簡単やみたいな感じで僕言ったんですけども、自分でやってみたらめちゃめちゃ難しかったっていうのを、垂らし込みもやったことあるんですけども、難しかったのでやっぱりハイジレベルで、やってるのがこの俵宗達なんですね。で、この雲の表現ではね、正直言うとこの垂らし込みの凄さっていうのが分かりにくいと思うので、こっちの作品の方が分かりやすいかなと思うので、こちらの作品をご覧ください。はい、これ牛なんですけども、これ墨で描かれてるんですけど、濃淡ありますよね。ボディの中のところでもなんか薄いところと濃いところあると思うんですけども、こういった微妙なこうグラデーションというか、にじみの ぶつかり合いで、こう筋肉のゴリゴリ感を出してるじゃないですか、表現してるじゃないですか。こういった使い方をするのが垂らし込みなんですね。で、俵屋宗達っていうのは水墨画とかでもこういったものをめちゃめちゃ多用してる、めちゃめちゃテクニシャンなんですよ。まあやっぱ卓越した技術を持ってたんだなっていうのが分かるのが、この俵屋宗達の、垂らし込みになります。で、この風神雷神図屏風で、まあ、言い出したらね、いっぱい言うことあるんですけども、大体まあ他の動画とかでもね、言うこと一緒なんで、まあここ、まあ基本的なことはこんな感じで言っとったらええかなと思うんですけど、僕はね、この風神雷神図屏風は、ちょっと違うエピソードの方がすごい記憶に残ってるんですよ。それ何なのかというと、アーネスト・フェノロサの最大の不覚だったのが、この風神雷神図屏風なんですよ。それどういうことかというと、アーネスト・フェノロサってご存知ありますでしょうか。明治時代になって、江戸時代から明治時代になって、日本美術ってめっちゃ価値下がっちゃったんですね、一回。っていうのは、幕藩体制がなくなっちゃったので、こう絵描きとしたら、藩から雇われてたんですけど、パトロンがおらんようになっちゃったんで、絵描きの需要がなくなっちゃって、誰もお金くれないので、職を辞めちゃいます。もう絵描き食っていけないので辞めちゃいますわって言って辞める人続出しちゃったのと、あと西洋文化が入ってきたので、パリピーが西洋すげえ、西洋すげえって言ってたら、日本美術があんまりこうね、興味関心を持たれなくなっちゃったので、そんな時代遅れたんで日本美術はなんか芋くせえなみたいな感じで見向きもされなくなっちゃったのと、国がね、天皇中心だから神道中心にやっていきますということで、今まで神道と仏教一緒くたになってるけども、それをちゃんと分けましょうということで、神道分離令というのを出したんですけども、これがミスリードで、誤解を招いて、仏教いらねえよみたいな、そういう誤解を招いて、仏教美術とかがすごい荒廃していったんですね。お寺の仏像とかが壊されたり、巻物とか燃やされたりとか、いろいろそういうふうな荒廃時期があって、日本美術っていうのは、明治時代初期はかなり、荒廃して、もう誰もやっていけねえみたいな感じになってたんですよ。で、それをなんとかせなあかんな、このままじゃアイデンティティ保たなあかんから、日本の美術大切にせなあかんなっていうことで、頑張ったのが、アーネスト・フェノロサと岡倉天心。アーネスト・フェノロサっていうのは、お雇い外国人として日本に来てたんですけど、なぜか美術を復興させようという、そういう気持ちになって、この二人を中心にいろんな活動をしていくっていうのを、岡倉天心の動画でご紹介しているのと、アーネスト・フェノロサの有名な、講演の美術新説っていう講演があるので、動画も、前動画作ってるので、よかったらそっちをご覧ください。で、まあ、いろいろその、岡倉天心とアーネスト・フェロサラがやってる、活動の中で、京都とか奈良のお寺とかにあるお宝を、ちょっとリストアップしましょうっていう活動をしてたんですよ。
なんでかっていうと、そのお宝が何があるかって、その時来る国っていうのは全然把握してなかったので、一覧作って、で、これを国がちゃんとお金かけて、重要文化財みたいな感じで、国宝とかみたいな感じで、ちゃんとお金かけて管理保護して、修復とかもして、扱っていかなきゃダメだよ、責任をちゃんと国が持たなきゃダメだよっていうことを、させるための前段階として、じゃあどんなお宝あるのを調査してきますみたいな感じで、アーネスト・フェンノロサと岡倉天心がちょうど京都に行ってたんですよ。で、まあその中でいろんなね、作品を見ながら、まあ中には多分ね、アーネスト・フェノロサ的にはいい作品があったら、自分で買ってアメリカの本国に持って帰ろうということも腹積もりの中にはあったんちゃうかなと僕は思うんですよ。まあアーネスト・フェノロサからすると、いやいや、これ自分の私利私欲で買ってるんちゃうよ、このままやったら日本に置いとったらね、まあ言うても国がね、いくらお金かけて直してくれていつになるか分からへんからね、それでなくなっちゃったら怖いからね、ほんまに大事やいうものは僕はさっきお金出して買って、でアメリカで、ちゃんとアメリカの美術館でちゃんと保管して、みんなに見てもらうようにするから、そのために買うんやからね、自分の私利私欲のためじゃないよみたいな感じで言うてはいるんですけども、本当のところはちょっと私利私欲もあって買った帰ったものをなんかあげたりとかしてたみたいなことも言われてはいるので、まあそこら辺は分かんないですけども、まあそんな魂胆もありながら京都の、いろんなお寺の方を回ってったのがあったんですよ。でちょうど京都の建仁寺っていうお寺に、ちょうどこの風神雷神図屏風俵屋宗達のがあったんですよ。で、まあ、フェノロサが建仁寺に行って、なんか お宝ありますかみたいな感じで、いいのあったら買うよ、みたいな感じで言ってたのかもしれないですけども、めっちゃ嫌なやつやで、ね、いいのあったら買うよ、ってなりきみたいやけども。なら住職が、これがうちのお寺ではすごい大事だって言われてるんで、俵屋宗達という絵描きが描いた風神雷神図屏風なんですけども、よかったらええ値段で買うてくれへんかな、みたいな感じのことを思ってたのかもしれないですけどね。で、当時明治時代っていうのはさっきも言いましたけれども、俵屋宗達って出世が謎が多すぎて忘れ去られてる存在だったんですよ。その次出てくる尾形光琳とかの方がちゃんと出世とかが分かってて、めっちゃ取り上げられてたので価値が高かって、俵屋宗達ってちょっと忘れ去られて誰それみたいな感じの、作家だったので、もしこれで、こうアーネスト・フェノロサがその風神雷神図屏風を見つけて、おお、これすごい作品や、誰や、俵屋宗達ってやつがおるぞ、なんかすごいやつがおるみたいや、超研究しようぜみたいな感じで盛り上がれば、こうリンパとか、こう俵屋宗達のことを研究する、すごいいいきっかけになるっていう絶好のタイミングやったんですよ。で、その住職がまあこう見せたと、これ俵屋宗達の風神雷神図屏風です、どうぞバーン見せたら、それを見たアーネスト・フェノロサっていうのが、変わった仏画みたいですね、ありがとうございました、お疲れさんです、みたいな感じで華麗にスルーしたって言って、メモしてスルーしたって言って、もう住職からしたら、そんだけ、これ価値なかったんかな、すごい、だから倒れそうです、すごい人やって聞いててんけど、そんな無視されんのみたいな感じで、スルーしてしまったと。だからアーネスト・フェノロサ的には、この風神雷神図屏風、倒れそうたすの風神雷神図屏風の良さがよくわからなくて、スルーしたっていう、そういう風な残念なエピソードがあるんですよ。で、まあ、そのおかげかもしれん、まあ、こうか不幸か、まあ、フェノロサには申し訳ないけども、そのおかげで、この風神雷神図屏風っていうのは、建仁寺に残ったまま、日本で、ね、今現在、国宝として扱われるというね、そういうふうな感じになってるんですけども、まあ、よう、フェノロサ気づかんかったな、っていうところなんですよ。で、後々気づくんですよ。これ、フェノロサっていうのは。っていうのは、自分の友達のフーリアさんっていう人がいるんですけども、フーリアさんも、同じようにいろんな作品を集めてる中で、後々、フーリアさんの家行ったかなんかで、フーリアさんコレクションを見せてもらったんですよ。なら、なんかめっちゃいい絵あるなぁと思っとったらしいんですよ。なら、名前見てみたら、宗達、宗達ってめっちゃ入ってるから、宗達なんか聞いたことあるなぁっていうので、ちょっと自分のメモとかを調べてみたら、宗達、あった!あん時の風神雷神図屏風、ああ、あれかーみたいな感じで、ああ、俺はなんであん時スムーシーしてしまったんや、なんでスルーしてしまったんや、あん時買っとけよかったーみたいな感じで、フェノロサ大公開するの。で、その時の気持ちをなんか後の著書に書いてるらしいですね。いや、あの時はね、あの当時ね、もう、これリンパとかってみんな言ってなかったし、もう誰もそんな弱からんかったし、俵屋宗達とか忘れ去られてる存在やったしね、大体このリンパの作品とかもね、いろんなところ散逸して、
ったからね、もう どこに誰が何があるか誰も分かってなかったからね、そんな言わす、もう最近やん、このリンパがすごいとか言い出した、もう最近になって、このフーリアさんとかも集め出したからな、で、それでなんか火がついたけど、俺が行った時は誰も何も言ってなかったから、それは俺が気づかんかったら、しゃあないわ、だから俺悪くないもん、クソでも悔しいな、みたいな感じのことを書いてるらしいんですよ。マジかよ、みたいな感じで、残念なフェノロサだったんですけども、まあ、こんな感じのエピソードがあるのが、風神雷神図屏風ということで、めちゃめちゃ面白いなっていう、そういうふうなお話でございます。はい。で、次ご紹介させていただきたいのが、こちらです。はい、こちら、松島図屏風という作品なんですけども、日本三景の松島ではないですね。宗達が書いてるので、まあ、大阪の海だろうというふうに考えられてます。で、当時は荒磯図屏風かなんか、そういうタイトルやったらしいんですけども、なんで松島図屏風っていうふうに言われてるかというと、これってね、尾形光琳も何枚かこれを模写してるんですよ。で、それを後々見た酒井抱一が、なんか、松と島が書かれてる屏風やから、なんかあんま思んないな、みたいな感じで、なんかもう松島図屏風でええんちゃう、松と島書いとうからっていうところから、松島図屏風というふうに言われるように、呼ばれるようになったというふうに言われております。結構適当やなっていう感じなんですけど、まあほんまそういうことらしいんですよ。で、この松島図屏風は、もともと堺の、大阪の堺の、豪商が田原屋宗達に、発注して、で、出来上がってきた作品。で、それを、その豪商がお寺に寄付したらしいんですね。堺のお寺に寄付して、で、それが、1902年ぐらいまではあったらしいんですよ。寺にはあったらしいんですけども、その後、さっき言ったフーリアさんが、買って帰ったと。だから自分の、まあ、フーリア美術館であるんですけど、そこに今所蔵されてるという形で、で、この松島図屏風っていうのを、尾形光琳、この田原宗達の次に出てくる尾形光琳っていうのは、何枚も模写をしてるんですね。何個か模写をしてて、その下模写の一つを、アーネスト・フェノロサが、さっき持って帰ってるんですよ。だから、アーネスト・フェノロサっていうのは、風神雷神図屏風の凄さは気づけなかったんですけども、この松島図屏風の良さは、気づけたと。尾形光琳の松島図屏風の良さは気づけて、で、買って持って帰ってたと。で、その後、フーリアさんのところ行ったら、あれなんか俺が買ったやつとよう似たやつがあるな、フーリアさん。これ何なんって聞いたら、田原屋宗達の、松島図屏風だよって言われて、なんか俺のとよう似てんねんけど、ちょっと見比べさせて。あれどうやらこっちの方が、田原屋宗達の方がオリジナルっぽいぞ。それをなんか、うちの尾形光琳作の方がなんか真似したっぽいな。この田原屋宗達って何なんっていうところから、メモ帳を見て、あ、風神雷神図屏風の姉が宗達のやつやったんやん、畜生みたいになったという、そういうふうな曰く付きの作品でもあるんですね。この松島図屏風というのは、まあ、後々にまで影響を与えているのがこの作品になります。で、まあ、この作品なんですけども、すごい、まあ、これこそ装飾的な作品かなというところなんですよ。っていうのは、写実的では全然ないですよね。波の描き方も、どっちかというと装飾的な、例えば、掛け軸の生地の文様とかにもありそうなね、デザインですし、なんか、どっからどう出てんのかわかんない松がこう、ビヨーンって横から出てきたり、島があったりという、ポンポンポンってこう、島があったりということで、全然写実的ではないんですけど、でもなんか絵としてはちゃんとバランスよくこう配置されて、なんかリズムに乗って一つの作品としてなってるじゃないですか。こういう風な、作風っていうのを、リンパっていうのは特徴とするんですね。だから今までの絵画と比べたらどっか垢抜けてるし、こう、おしゃれだなっていうような、そういう風な構図だなっていう風な感じで、すごい人気があったと。だからすごい、その価値が分かって、いきなり北京とかの位を与えられるぐらい、やっぱこいつらの作品ですげえみたいな感じで、人気が高かったんですよ、京都とかでは。で、次ご紹介させていただきたいのがこちらです。はい。これがさっき言った妖艶院の、ね、郷さんが、再興したお寺の、杉戸絵に描かれてる象さんですね。これね、大きさで言ったらね、ちっちゃく見えるかもしれないですけど、これ人と同じ、いや、人よりも大きいぐらいの、大きさの象なんで、結構でかい作品で迫力があるんですよ。で、今でも妖艶に行ったら多分ね、見れると思うんですね。だから、宗達の不必みたいな感じで看板立てられて、確か見れてたと思うので、すごい見てみたらすごいかっこいいんですよ。で、まあ、これがね、この作品こそ、宗達が永遠のグラフィックデザイナーと言われるゆえになってる作品なんですね。まあ、こんな絵を、こう、妖艶院で言うたらね、こう、
時の権力者お坊さんって言ったら、まあ二代目将軍秀忠の奥さんなんで、その人が自分のお姉ちゃん秀吉の側室の建てた寺を再興させるっていう、かなりのこうね重圧のかかる作業仕事なのに、ようこの絵描こうと思ったら、ようこんな実験的な絵をここに描こうと思ったらって思えるぐらい、ほんますげえな、そうだぞ、めちゃめちゃこう肝っ玉があったんやなって言いますよ、実験的やなと。 できます、ようちょけれないで、普通ちょけれないでしょ、こんな、ちょっと普通やったらね、ちゃんとした絵描かなあかんみたいな感じでカチンコチンになりそうなんだけど、ようこんな絵を描けたなって。でこの象以外にもなんかキリンとか獅子とかいろいろ描いてるんですけど、大体こんな感じで杉戸絵を描いてます。だからかなりチャレンジャーやなーと思うんですけど、まあたまにはそういう自信があったんでしょうね、これは俺がいけてると思う、新しいと思う、絶対的な価値観を持ってるから、俺はこれでいったろ見てダバラッサルみたいな感じで、もうこれで殺されても俺は大丈夫、もう全然後悔ない、これで怒られて豪様に切腹や言われても俺は後悔ないみたいな感じで一回書きちぎった作品なんですよ。だからすげえなーっていう感じなんですけども、で、この時って多分ね、象がまあ見れてるのかどうかわかんないですけど、象と日本の歴史って前動画でご紹介させていただいたんですけど、ちょこちょこ日本に象って来てるんですよ。生息はしてないんですけども、で徳臣秀吉の時も徳川家康の時も海外から、1回ずつこう象が献上品として届いたっていう資料があるので、その時にもしかしたら田原屋宗達もその象を見てたのかもしれないんで、書いててもおかしくないなっていう、まあ、この人謎の人なんでね、まあ、そういうふうなのがあったのかもしれないなって考えたら面白いなと。で、まあ、象と日本の歴史のお話は動画でまとめてるので、よかったら結構面白いので評判がいいので、よかったらそっちもご覧ください。まあ、そんな感じで、象もまあ描きましたよっていうのがこちらの作品、めちゃめちゃ面白いですよね。で次ご紹介したいのがこちらです。はい、こちらが「武学図屏風」ということで、これがまあ佐原屋宗達の晩年の頃の作品というふうに言われてるんですけど、第五次やったかな、お寺に所蔵されてる作品なんですけど、これもまあ問題作ですね。この武学図っていうのは何なのかっていうと、まあ踊りと音楽の様子をこう描いてる、まあダンシング&ミュージックみたいな、そういうふうな作品なんですけども、この作品の右下にあるなんか、テントとか建物みたいなのがあるけど、これ何なのかというと、ここ楽屋なんですね。で、なんか炎みたいなのがあるじゃないですか。葉っぱみたいな形した。あれが、太鼓らしいんですよ。だここで音楽どん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 って鳴らして、ピーヒャラピーヒャラ言うて、それの音色に合わせて、いろんな人がダンスしてるよっていう図なんですね。でこのダンスしている人たちとかのこの絶妙な配置で、もうここにしかないっていう配置をしているのがこの作品の見どころなんですよ。まずね、真ん中に2人いるじゃないですか。こう青い緑っぽいのと赤いのがこういるのが、これ対角線上にこう配置されてるんですね。でその外側に赤いのとまた緑っぽいのが、これもまた対角線上に、こう配置されていると。でその外側に白いやつと、あと4人組のなんかナメック星人みたいな緑のやつが、対角線上に配置されていると。で一番最後に、左上に松と、右下に楽屋が配置されているということで、全部対角線上にこう配置されているんですね。でその対角線上に配置された対角線の交差点が、ちょうど真ん中になるっていう風に配置もされているんですよ。これなかなか面白いなっていうのと、で、全てがこの配置されてる人とかが斜めの線で平行に配置されてるんですね。だから楽屋のテントの線ラインってあるじゃないですか。角度沿いに、白いやつと、緑のやつが次、平行になって、その次真ん中のやつ2人が平行になって、で次、4人組となんか1人飛んでる赤い人が、平行になって、最後松が平行で、こう平行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 っていう風になるように、こう風にリズム感になるような感じで配置されてると。だからここにしかないっていう配置なんですね。で最後に、この白いやつの視線をたどっていくと、緑のやつになって、で緑のやつの視線をたどると赤いやつになって、で赤いやつの視線をたどると4人組のナメック星人みたいなやつになって、でナメック星人の何人かの視線をたどると赤いやつになって
って下の方が赤いやつになって、で赤いやつの視線をたどると、緑のやつになって、下の方の緑のやつになって、でこの緑のやつの視線をたどると、白いやつの方に戻るっていう、こう循環するような視線で描かれてるっていうのも、すごいなっていう、こうもうここにしかない絶妙な位置で、配置されてるんです。で、ここまで聞いてね、あなるほどな、絶妙的なあれやねんな、でここまでですごいなと思った方、ここだけではないです。ここからがすごい、これここの次が、一番すごいことなんですけども、実は、この図ってほぼパクリなんですよ。どういうことだと思います？いやほんまにね、あのパクリなんですよ。なんという どういうことかっていうと、この俵屋宗達がこれを書いた当時っていうのは、この舞楽図っていうのは、結構メジャーに書かれてる作品やったみたいなんですね。で栃木県にある輪王寺っていうお寺にちょうど舞楽図、これと同じような舞楽図っていう屏風が残ってるんですよ。それがこちらです。俵屋宗達と比べると、あのもっと人数いっぱいいるますよね。まあ6曲の、一層なんで、左右の屏風という形で、結構たくさんいるんですけども、俵屋宗達は、まあ、これを見たのか、これ以外の作品を見たのか分かんないですけど、な、まあ、こんな感じの作品というのが結構他にも残ってて、で、この作品の、登場人物をほぼ丸コピーして、俵屋宗達っていうのは自分の舞楽図の中に、配置してるんですよ。例えば、こちら。ね、ナメック星人4人組みたいな感じで、カーゴメ、カーゴメみたいな感じで、なんか宇宙船呼んでるみたいな、なんか怪しいことしてる奴らは、この輪王寺のお寺のやつで言うと白い奴の写真。だから衣装はちょっと変わってるけど、ほとんど一緒と、構図的にも一緒と。で次が、こちらです。この赤いやつビヨーンってなんかジャンプしているやつも、尻尾はちょっと変わってますけども、あの尻尾のあの衣ねは変わってますけど、ほぼ一緒ですよね、構図的には。で次が、こちらです。この白いおじいちゃんもやっぱほとんど一緒ですよね、ポーズ一緒で、まあちょっと尻尾とか違いますけどほぼ一緒、おい待ちよーみたいな感じで、なんかこうね斜めになってる、この構図が一緒と。で次がこちら、この赤いやつのシェーみたいなポーズしてるやつも、尻尾ちょっと違いますけど、尻尾だけちょっと変えてるね、尻尾だけちょっと変えてるけど、まあほとんどこう、まあ衣装もちょっと若干変えてるけどほぼ一緒と。で、最後がこちら、はい、この緑色のやつとかも、ちょっとね位置を変えてますけどね、輪王寺の方はあのすごい近くにいる2人なんですけども、宗達はちょっと離して書いてますけどね、離して書いてますけども、まあこういう風に書いてるということで、ほぼパクリなんですよ。ほぼパクリなんですけども、このね輪王寺のこの屏風のいっぱいあるやつの中からこんだけを、自分の好きなやつだけを取り出して、自分の舞楽図にちょうど、ここら辺のこの位置しかないというところに、配置してったんですよ。で仕上げたのがこちらっていうことで、すげえなと。もうだから配置のテクニシャンやね、まあもう配置の妙というか、本当にだデザインとかの感覚っていうのを研ぎ澄まして、いかにこう装飾的なものから、こう絵画の世界にそういったものを入れ込んで作品として成立させようかっていうふうに考えてたのがこの俵屋宗達ということで、まあやっぱ面白いな、独特だなということで、今の僕らが見ても独特だなって思えるぐらいなので、やっぱ当時の人からするとその手があったのかみたいな感じで、すげえこいつやりよるわ、なかなか頭やげなみたいな感じで、考えられてたのが俵屋宗達ということです。はい、いかがだったでしょうか。なかなかねパンチのある作品を残しているのがこの俵屋宗達っていうことで、まあ生涯はねやっぱりわからないことがたくさんあるんですけども、それよりもね作品の方が多くを物語っているということで、この作品を見ればね、なんとなく俵屋宗達のこのロックなところっていうのが、感じ取れるんじゃないかなと。でそれっていうのは、この江戸時代が終わって明治時代、大正時代になっても多くの日本画家に、影響を与えたと言われております。まあ例えばね、今村志功っていう作家さんがいたんですね。あの大正時代ぐらいに活躍した、まあ、早くに亡くなっちゃった方なんですけども、かなり革命児的な日本画家で、もう日本画家っていう、日本画っていうのはもう凝り固まってて、こんなに凝り固まったらあかん、俺は日本画をビ
クラスって言ってた、日本画家でかなり革命児的な、日本画家がいたと。でその人が、あの思想家岡倉天心と、会った時に、初めて会った時に岡倉天心がちょっと言ったんですよ、君が今村君がなんか日本画をぶっ壊すとか言ってるみたいで、なかなか過激だねじゃあちなみに君はどの作家が一番好きなのかねみたいな感じで聞いたら、今村志向があの岡倉天心がどの作家が君は一番好きって言い切る前に、田原宗達ですみたいな感じで言ったんですよ。だから岡倉天心は分かってるじゃないかみたいな感じでこうニヤッとしたっていう風なエピソードが残るぐらいね、後のあのそんな日本画をぶっ壊すというような革命的な人が憧れるような、作家がこの田原屋宗達だったということなんです。だからすんごい影響を与えてるんですね。でそれを聞いて、岡倉天心も分かってるんじゃないかっていうぐらい、岡倉天心もやっぱ田原屋宗達めちゃめちゃ買ってたんですよ。だから後の思想家とかこういうね画家とか日本画を作っていこうっていう明治時代以降の作家たちにもすんごい影響を与えたのがこの田原屋宗達だったんだよっていうところで、今回はご紹介させていただきました。で、次がリンパ2ということで、尾形光琳をご紹介させていただきます。この田原宗達と尾形光琳をつなぐ、リンクする布石っていうのがあるんですよ。今回の動画でご紹介してるんですよ。気づきましたでしょうかね。どこら辺だったかな、ここあるんですよ。ちゃんと言ってるんですよ。尾形光琳につながる布石がなんかあったなという方、もし気づかれないって方はもう一度動画をご覧になっていただければ、尾形光琳につながる布石っていうのが、感じ取れると思いますので、ぜひね動画の方をもう一度見ていただければなと思います。で次回は、もうリンパ第2の巨匠尾形光琳を、もうめちゃめちゃ人気の高い作家さんなので、楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひ次回もご覧になっていただければなと思います。それでは今回もどうもありがとうございました。ではまた。